さあここ俺どうする、悩め。いや俺は不合格。わかるわかる、見える、先が見える、見えるぞ。はよせはよせ。始めていく。何するの今日？メンバーが決まりました。はい、今日はですね、チーム戦で炎の3本勝負をやりたいと思います。なるほど、なんだと。はい、なるほどね。まあ我々だといえば、あまたのゲームやってきましたよ。遊び大戦51個のゲームがなんぼのもんじゃいと。まあ4人でやったらだいぶできる。なんぼのもんじゃい。うち少ない方ちゃうかもしれない。4人でできるのがだいぶ少ないからあれやけども。せやな。あ、そうだ、だから50万円。おい、ね、ちやっぱりカードゲームで一番盛り上がるといえば大富豪だろうが。おい、ま、おい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 、大富豪はチーム戦に向くのかぜ。おいおいおい、まず戦ってからチームとしての絆を深めようじゃねえか。大富豪を押すんだ。 なるほど。あ、どうするの。じゃあ大富豪でまずチーム決める。え、てか、あれしようぜ、あの、貧民チーム、富豪チームにしようぜ、これで買ったやつで。ありやな。うん、いや、なるほどね。あ、あれあれあれ、結構ありますね、これ。ヤギリある、ヤギリある、ヤコウチもあんの、これ。え、マジ。ヤコウチマジか。なんだ、ミヤコウチって。あの、大富豪が負けたら貧民に落ちるやつやろ。そう。あ、なるほどね。大貧民に一撃で落ちるやつ。一番ニュートラルなこのルールでやっていきましょう。はい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 。まあ、どんなルールだろうと。そう、いや、まあ勝てばいいんですよ。じゃあとりあえずやりますか。やりますよ。どうぞ。いいよ。いやー、一発勝負でそれとも5ラウンドやる。一発全員ちゃうか。一発勝負ちょっと俺たちは全員ヒーミーだぜ。あ、え、俺からなの。うん、なんか初手やったでお前。え、いいんですか。ありがとうございます。あ、まずシャッフルからそうやって仕組んでいくタイプね、自分では。やってねーよ。じゃあどうやってやんの。こうと、あ、なるほどね、こうやってやんのね。ふーん、いきなりダブルだぜ。なるほどな。ふーん、あ、なんだと。対応してきたな。ダブルを持っているお前だけじゃないぜ。なんだと、パスだぜ。俺もさすがにここはパスするぜ。パスだぜ。ヒレフスが良い。あれ、もう不合気分ですか。4とか3とか出てくるんちゃう、これ。ちょっと待って、これ1枚だけ出したいの。どうやってやんのこれ。選択して、選択して場に出せばいいんじゃ。出せた。やった。じゃあそれを切っていく。あ、そうだ、これ忘れよった。どうする。ヤギリ、ヤギリ、こっからどうするぜ。ちょっと作戦をミスった気がするんだぜ。ワロタワロタ。俺はここで頑張って、ダブル。なるほどなるほど。どうしたと言うんだ。なんだと。貴様、俺はまだ1枚もカードを場に出していないぞ。強い。何やて。2ダブルをもう使っていくというのか。こういう三人決戦を狙ってやがるぜ。ふんふん、さっき出し損ねた7だぜ。本当にミスってるこいつ。カードが10だぜ。カードが相当いいと見える。一体これどこっすか。ジャック。何やて。ジャックじゃねえだろ。クイーンだよ。まあ、バニーズだったから。ああ、なるほどね。クイーン。お前、パスは？うーん、スイン。よっしゃー。もう俺がもうもらったも同然ですな、これは。何やて。一回パスしたらもう出せないってやつでした。はい。え、6、6だよ、6。7。パスするかい。ここでパスすんのお前。え？7見とけ。7見とけ。これが不合。マジで？
これが富豪のタクティクスよ。これがタクティクス。おお、これがタクティクスよ。何やって。トントン回してくれてもいいんだぜ。お前俺は2度だって。なんだと。強い。なぜここで。パスワン。パスです。昔さ、なんかなかった。トリビアとかじゃない？いやいや、あの動物戦うやつ。え？覚えてねえ。マジ、なんか犬バリ強いね。動物の森？クイー。めっちゃ無視するやん。パスワン、ごめん、ごめん。なお前、大物が。さあ、行くぜ。どうした、坊やけつ。はあ、まだお前ダブルを持っているのか。はあ、俺の勝ちだ。何？うわ、ほんまや。いや、待って、ジョーカーを持ってるやついないのか。パス。残念だったな。ヤギリ。ハチギリ。ああ、お前王道の上がり方を。俺は最後にサーブだし、俺は大富豪で終わりだぜ。これがゴールドタクティクス。さあ俺どうする。さあここ俺どうする。悩め。いや、俺はすごい。わかるわかる、見える、先が見える、見えるぞ。はよせはよせ。どっちからだ、どっちからだ。久々の大富豪、これだ。さあどうだお前ら。おダブル、ここでダブルはなかなか強いのでは。ただジョーカーが出ていない。確かに。もしかしてこの感じ、実はジョーカーなんて存在しなかった説はないけど。あるじゃねえかよ。出ちゃー。お、これは、これはもうやけつのタクティクスが出る。俺は枚数を管理していたんだ。なんだとなんだとなんだと、そんなバカな。お前いえ。ラウンド2。ラウンド2。もういいよ、ラウンド2は。じゃあ待って、強いカードを今選んでくださいって言った。いいんだよ。おい、トントン、終了できないのかぜ。トントン、お前にこのカードをやろう。じゃあ俺はこのカードをやろう。てかこれ続くのかぜ。これは。おい、おいやで、ジャックを。お前、まるで、まるで、コネシマが財布からお前満足出すときのような。おい、与えろ、君に与えろ。今は耐えるのじゃ。今だけは。勝ち筋がねえ。ここは愛でパスをさせてもらうぜ。面白い。勝ち筋がねえ。磯野、何？やっと出せる。やっと出せる。すごい。そうだな。これに選択の余地があるだと。お前はなんてやつだ。お、切ってきたぜ。あいつ。あいつも3枚や。あれ、これ符号がかっても都落ちするんだったっけ？どうやろうな、するかな。ミス。ああ。ありましたか。うん。ああ、でもこれパスすると。どう、貴様ら、俺の残りカードは1枚。残りカードは1枚。まあダブルで出された時点で多分7が通らんかったら。ボーヤおい、チーゴ、このカードに対してお前はカードを出せるのかぜ。なんだと？あると思っているのかぜ。7を超えれないのか。虚偽申告なに決まってるだろお前。どうするぜ。まあ、ちなみに相手に上がらせないことだけを考えている。ただあのチーノには協力する理由はないはずだぜ。俺を信じるぜチーノ。はい。チーノ、協力せん方が多分勝ちにつながるぞ。坊やけつ、お前の勝利はまだない。何？ほんまに出しおったぞあいつ。パス。あ、はい、そして俺はカードに気をつけながら出すんだな。俺は3体のザコモンスターを人間に捧げ。
パス。3枚はなかなか強いぞ。つらい、つらいよ。最強のカード。オペプレリスの巨神兵。パス。なんか出てなかったよ。なんか入ってたよね。ちょっと待って、ちょっと待って、もうロボ、お前どんだけ食べへんの？お前もしかして、部屋がないのか？さあ、俺どうする？これ、ここからどうする？低いカード出した段階で大先生に駆られるっていうお家やな。来い、貴様の最強のカードでな。行くぜ。ダメだ。行け、俺の最強のカード。ロンニャ。やっいや、こっちや。パス。ロンニャ。あれ、見上がりオッケーなんや、これ。見上がりあんのかよ。じゃあ取りな。え、ちょっと待って、11から出すの、あいつ。あれ、ちょっと待って。俺はこの。どこのデカがやばい。ほんまに。どうしたもんかな。俺は信じてるぜ。このカードを。よいしょ。え？あいつ、家、11が最強ってほぼほぼ言うてたからな。俺は自分のカードを信じるぜ。あ、いや、ちょっと待って。あえてじゃあ、あれか。こういうことすれば嫌がらせができるか。まだあったのか。ちょっと待って、11で出せない。割とトリプル出るけどな、やってる時でも。4人やったら結構カード多いで。11出せないんだよな、これは。え？おっと？おっと？チーノ、そこられていく。いや、これチーノ、こっから、あれ、貧民あるで。これは？俺は。俺は階段を。え、ちょっと待って、なんで？なんで？わかった、じゃあ出せるようにする。これは？お、お前出るようにするっていう。あ、出た。これは報酬やろ、絶対。終わった。何が出てこようと俺の負けだ。えぇ、おつはい、ということで、でも1戦目の結果から俺と大先生はチームだね。そうね、で、まあ、チーロと俺がチームだな。チーノいつも話しとくいかんのこれなんか。